安倍首相が不正は許さないと外国人医療費未払いに激怒入国在留管理庁創設へ先日放送された虎ノ門ニュースの中で安倍首相が移民政策は取らない外国人の人材活用は即戦力の人を一定期間原則として家族の態度を認めずに能力を発揮してもらう介護農業などは 人手不足が成長を邪魔しているので、入国在留管理庁を作り管理をしていく。社会保険制度の加入要件を厳格化した。不正は許さないと発言をいたしました。この外国人の医療費の未払いは、要するに詐欺事件であります。日本の保険制度を悪用し、ほとんどお金を払わずに、 病気の治療を行って医療費を踏み倒し詐欺を働いて国外に逃亡する。こういった事件が続発しており、その結果、経営が厳しくなっている病院も多数ございます。このような不正を犯罪行為を放置すれば、保険制度、また病院もですね、崩壊してしまいます。 こういった保険制度を使って我々国民が例えばがんになった際に治療しようとしますと数千万円のお金がかかるんですが実際には保険制度によってほとんどお金を払わずに治療ができ国民の命が救われるように制度が運用されているんですけどもこの制度を、まあ、原因は民主党なんですが外国人が 悪用できるように変えられてしまい、その結果、日本国内で外国人による医療費の未払い、詐欺事件が続発してしまっております。こういった民主党が起こした問題をですね、もう何年もかかって、今の安倍政権が何とか正そうとしておりますが、それでも、 大きな被害が続いてしまっております。安倍首相には今後もこういった問題が起きた場合には、直ちに対処を行っていただき、しっかりと国民を、日本を守っていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。